49とともに、浅野匠頭の墓前で住職による祈祷を受け、赤穂浪士のお墓参りをして大ヒットを祈願した。忠臣蔵の聖地でもある泉岳寺だが、かつてこの付近に住んでいたという岡村は、その当時に自宅に空き巣に入られたエピソードを披露。でも何も取られなかったんです。高倉健さんからいただいたお手紙が置いてあったんですけど、多分空き巣の方もその手紙を読んで、これはただ事ではないと、何も取らずに帰ったのではないかという伝説の泉岳寺なのです。高倉さんは生前に映画47人の刺客で大石蔵之介を演じており、岡村はそのパワーでしょうと頷いて、本作で大石蔵之介に扮した堤は一位以上で墓前に参ったことに、今までのイメージとは全く違う大石蔵之介のイメージだったので、お墓の前に立った時、心の中でつぶやいたのは、申し訳ありませんという言葉。今作たくさん写真を撮って